なんか俺すげえ目力ある。かわいい。いやずっとね、いつアルバルクが来るんだと思ってたんですよ。 MQ さんとのねコラボでフープスピープス。めっちゃかわいい。しかもライアンのタトゥーちゃんと入れてる今ここ。めっちゃかわいいやん。みんな似てんな。なんかシュート顔薄くね。いや、あの MQ さんに別にある、まあ、の文句とかじゃないけど、まあ、シュートもちょっと顔薄いか。でもめっちゃ可愛い。しかもバッシュピンクにしてくれてる、嬉しい。いやほんとね、 MQ さんは特徴捉えるのうまいし可愛いよ絵が。嬉しい。俺も欲しいです。ください。買います。可愛いです。楽しみにします。みんな109よろしくお願いします。やります。そのポップアップショップの中、はい、ちゃんと特徴、ヒゲも生やしてくれて、あのやっぱパーマ感もすごい出してくれてるし、まあ誰が見ても僕って分かるんじゃないですかね。はい、他の人もみんな特に誰か似てる、みんな似てる。だからレオとかも完璧に特徴捉えてるし、なんかオーサーのこの笑顔がなんかいいですよね。なんか、はい、ルークが一番似てます。欲しいものタオルが欲しいですかね。やっぱ全員写ってるんで、はい、皆さんぜひ欲しい人はゲットしに来てください。僕も行けたら行きます。羨ましいなと思ったんで、こうやって自分たちのイラストを作ってもらえてすごい嬉しいです。ありがとうございます。掴んでるなと思いますね。髪の毛とか眉毛は多分みんなでもほぼ一緒だから、いや髪の毛とか、うん、確かに特徴掴んでるなと思います。福ちゃんとかいいですね。福ちゃんおもろいですね。もじゃもじゃな感じいいっすわ。翔平さん、いや分かるっすわ。みんなやっぱりなんだろうな、髪型がやっぱしっかりみんな特徴掴んでるから。ルークそのまんまね。そうっすね。さすがにそっか無理やな。うん、可愛い、丸くてまん丸しようって可愛い。みんなぜひ買ってねこれ。すごいです、すごいです。まあ本当に何このユニフォーム姿は、あのなんていうの、試合のまんまっていう、はい、スパッツ履いてる人はスパッツ履いてるし、その4分の3とか履いてる人はそう、ザックさんとか短いから間空いてたりとか、すごい特徴を捉えてて素晴らしいと思いますし、これ出たらあれっすね、ステッカーとか欲しいっすね俺。はい、携帯の裏にステッカーとか貼りたいなって思います。自分もう似てますね。はい、ぜひ買ってください。はい、こちらです。わーお、アメイジング。 Who draw this? Look at it! Look at it! Wow, they even got Ryan's tattoo on the wrist. Look, that's nice. Inanna, really good job. On the building. Ah, the one that they did last year. Yeah, yeah, it was nice. Yeah. Oh, we got the actual towel. Let me see. Then why they film this? Here, here. Wow, look at this. I love it. Yeah, it's amazing, you know, great illustration that they did, how people definitely will enjoy, you know, it looks really good on everybody, so, you know, it's good we have it. Please come buy one, and if you got one, get one for me too, please. Thank you so much. Kai だな。セバ似てるな。アダイアも似てるな。レアも似てるし、外国人みんな似てるな。でもルークが一番可愛いな。うわ、ルーク嬉しそうやな。欲しい。コラボしないのかなって思ってたっすわ。いや、グダとかマジでグダじゃん。このマジでグダじゃん。
こんなんですもんね。すごいっすね、でも。うん。いや、だってなんか SNS で結構見かけるから、いいなーって思ってますよね。いや、ありがたいですよ。まあでも、眉毛を捉えてて、いいですね。いや、もう、だって、これで誰かわかるじゃないですか、遠目で見て。H はずっとこれなの。いや、でも、すごい。かっこかわいい。え、これ、うまいね。うまいっすね。毎年の、あの、クリスマスの絵はがきに参加してもらいたいくらいの。なかなかね、機会ないっすからね、こうやって絵にしてもらえるの。ええやん。Please buy this. Shohei, very cute, kakui. Seiba, so-so, but Shohei, kakui. 似てるかな。でもこういうのまあ似てんじゃないですか。だから全体的に。なんか別に自分見て似てると思わないですけど。なんか番号と髪型でもうなんかそういう似てるみたいな。いやでもね、オサとか似てるかも。確かに。グタめっちゃ似てる。ライアンも似てる。似てるわ。レオも似てるし。はい。ぜひ、購入しに来てください。お願いします。いや、めっちゃ似てるっすね。これ。俺めっちゃ似てない？これ、パッツンだった時に。俺、すごい似てる。なんか、すごいシンプルなのに、うん、一人一人の顔の特徴が、ちゃんと分かりやすく。おさも、おさとレオ、みんなや、みんな似てるわ。グナも似てる。かわいい。ぜひ買ってください。それぞれの特徴をめっちゃ捉えてて、背番号なくても分かりました。これはいいっすね。もう特徴捉えられてる。一番似てるなと思ったのはグダかな。グダが似てる。で、フッキーがおもろい、かわいい。すごいっすよね。これで特徴を捉えられるっていうのはすごいですね。ステッカー欲しいな。 あとキーホルダーとかも、甥っ子がこういうグッズいつも喜んで持っててくれるんで、これを甥っ子にプレゼントしたいなと思います。渋谷ど真ん中でやってます。僕のグッズが出るまでぜひブラインド回してください。お願いします。We'll be right back.